レッツラゴ。よいしょ。おうおうおう。前回来た時よくだったからね。ちょっとこれショートでさ、まとめたいんだけど、1分で終わるのか1分で終わるのか。まあ TikTok は別にいいんだけどさ、1分超えても。YouTube のショートだよね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あそこか。前回来た時夜だったからな、なんにもわからんかった。よいしょ。危ねえ。名木百選。つかもう1分超えたじゃん1分超えたじゃん。ちょっと YouTube のショートは編集しないとダメだね。縄文人が住んでたんだって。指輪のナイフ。大丈夫、今日はちゃんとライト持ってきたから。でもだいぶ中行ってんだね。あ、響かないな。お邪魔します。ゲジさんがいそうなんだけど、高さ1メートルありません。なんか随分奥深いんじゃん。ピチャピチャなってるし。これさすがに1分じゃ無理だわ。どう考えても。よいしょ。ゴツゴツしてるし、そっちはおしまいか。なんか超奥まであるじゃん。こっちは終わりっぽいけどな。これどこまで行っちゃっていいのだろう。立ち入り禁止はないから。お、ここまで来たら立てるわ。何なんだろうね。超ピカピカしてんだけど石。広いね。これ自然じゃないよね。まあ、半分は自然かもしれんけど、なんかすげえいい音がするんだけど。え？こいつ？超硬い音が。音が全然違う。これどこまで行っていいの、ね、どこまで行っていいの。とりあえず100超え怖っ。なんでこれだったらもうちょい大きいライトもう一個持ってくればよかった。だいぶ繋がってるんじゃん、これ。酸素大丈夫かな。
もだいぶ深いよ。なんか杭みたいのがあるけど、あそこに。わ、ちっちゃくなっちゃった。よいしょ。あの杭まで行って。この階段は何、現代人が作ったやつでしょ。違うのかな、こんな真四角に掘ってるの。危ね、すぎるわ。ほら、結構真四角だよ。これ YouTube ショート無理じゃん。え、こんな、なんでこんなブロックがあるの。やっぱブロック持ってきてるんじゃん。ここに入っていいってことだね、これ。ほら、ブロック引いてあるし、糸も引いてあるもん。いやー、見えないか、息が白いんですけど。まだあるの、奥。なんでこんな大量にブロック持ってきてんだろう。よいしょ。ここは掘った跡だね。これもそうだろうし。よいしょ。これ抜けれるのかな。まあいいや、とりあえず。でもいけるか。その酸素がないっていうぐらいすげえ。え？人一人やっとだけど。酸素がないようなトンネルとか洞窟だったら立ち入り禁止になってるもんね。もうちょい行ってみようか。YouTube 用にこれ横で撮りたいな。TikTok は別にこれ縦でいいんだけど。はあ、だいぶ。やっぱライト1個じゃ辛いわ。こんなでかいと思わなかったわ。これ鍾乳洞っぽいよ。でもなんかあったけえな、外より。トンネルの中だから気温が一定になってるんだろうけど。あそこで行き止まりなのかな。ほんと、これ迷子になるよ。入ってきた明かりがわからん。マジか。超でけえ。足跡とかあるわ。よいしょ。でかい集会所か、ここは。穀物庫か。よいしょ。え？昔これ立ち入り禁止のロープなの、これ。でも階段があるな。まで繋がってる、本当に。あ、終わったか。よいしょ。いや、すげえ。すげえ。すげえ。ほら。あ、終わったな。ここにもブロックあるもん。これが最後の場所かな。穴が開いてるよ。あ、ぬかるんでるからブロックして置いてあるんだ。あ、終わったっぽいね。
崩落して閉じ込められても誰にも気づいてもらえないような。これは向こうと繋がってるのか。いや、下びちゃびちゃだ、ここは。よいしょ、さっきのここか。上はこれ天然だろうけど、よいしょよいしょ、出口が出口が、なんだかんだ10分経ってるじゃん。こっち行ってないよな、まだ。よいしょ。でもコウモリもさ、ゲジゲジもいないんだけど大丈夫なの？下くちゃくちゃ。足跡すごいけど。やっぱ行き止まりか。行き止まりだね。これで終了だ。TikTok10 分にはちょっと長えな。5分5分。もう11分か。4分の3つ。あれ？こっちだっけ、来たの。あれ、なんかこっち、こっちじゃないような気がするな。やばいやばい、方向感覚か。よいしょ。あ、こっちで合ってるっぽい。ほら、渡り廊下が出てきた。原始人が住んでた割にはさ、なんかすすの色、これすすじゃないもんな、これ岩の色だもんな。よいしょ。すすの焦げた跡とかがないんだけど。ほらと言って、いや、湿度やばい、湿度がやばいでございます。でも虫が全然いないっていうだけでも全然ありがたいわ。前行ったトンネルはゲージさんが、こっちじゃないわ、ゲージさんが天井から落ちてきたしからな。水たまり。よいしょ。探索終わり。いくつに切るかは楽しみにしててください。こんな広いんだ。よかった、ライト持ってきて。よいしょ。この黒いのは濡れてるだけか。こんな明るいのいいな。よいしょ。危ない、頭をぶつけずに。あ、やっぱ外の方が涼しいわ。よいしょ。すせちゃ穴。骨とか見つかったんだって。ロアトと考える、火を焚いた後も確認されていますだって。湿度比の、あ、さっきの足場のとこの写真か。それ写真一枚も撮れてないけど、まあ一回動画で。それでは、みー。